今日も元気に昼稼働ともしです。今日結構ね、昼変なのありましたね。まあ昼も渋かったんですけど、南砂行って PPDD 剥がして南砂なんか江戸川の方まで行って戻ってきたら、辻田が鳴ったんですよ。東洋町辻田がで、5.6 キロぐらいだったかな、港までだったんですけど、港まで 5.6 キロぐらいで、ただね、1600円とかだったのね。1300円ぐらいだったかな。だ、行くじゃん別にね。それで行ってきたんですけど、したらね、なんか東洋町で着いたぐらいで、パチンコ屋の前ぐらいでもう一軒ダブったんですよ。ロリロンってなって、で古い芝だったのね、辻田で。だったから、まあ途中に巻いてもいいかなと思ってダブルしたんよ。したらね、まあできてねっていうか、何さんだっけな、ペタンさんだかタペンさんだか外人の人がいて、あー5分ぐらいかなとか言われて、あれでもこれ持ってったよ今って言われたのね。あれどうなってんだろうなと思ったら、あの辻田の前にトリシティがいたんですよ。トリシティがいて、そのドライバーがなんか こんな抱えてね、3個ぐらい抱えて店に返してたんで、それ全部俺んだったんですよね。っていうことをどういうことですかね。両方ともに行っちゃったのかな、オーダー。でもさ、私同時に来たわけじゃないんだよ。私別々に来てってわけじゃなくて、一つ考えたのは、その片方剥がしてなんだろう、間違ったの剥がしちゃったから両方剥がしたのかなとか思ったんですけど、後から来た方が近いんで、後から来た方が近くて、3個のやつが港なのね。よくわからない。同時に来なかったし、まだだからそのうんちゃんが、トリシティのうんちゃんが片方だけ、俺のやつ片方だけ持ってるっていうならわかるんだけど、丸々持ってたんですよ。で丸々返却だったんで、こういうこともあるんですよ。1回のケースはだからわかんない、その元々システムエラーなのか、そのトリシティの配達員が剥がしたのかわかんないけど、あるんですよね。その前さ、誰か私がさ、それ言ったらさ、いや1回ピックしたものを店に返すのはないって誰か言ってたじゃん。今日ありましたよ。でピックアップしたけど返してそうなるんだ。だってピックアップしたんだけど、その配達開始ができないとか、そのできないから返すしかないんですよね。廃棄になるの、それ。ならないでしょ、店に返すでしょ。それどうしても無理なんですよね。俺に来てるオーダーをそのトリシティに移すことができないんで、別の配達に行っちゃってるからね。やるとしたら、俺がその配達員に住所を教えて、あ、でも無理だ、2件ともわからないからね。古い芝まで行って、そこで初めて詳細な港の2件目の住所がわかるから、やっぱ俺が行くしかないでしょ。移すのはできないね、オーダー。何だったんだろうね。ちょっとそのエラーなのか、トリシティの配達員が操作ミスなのかはちょっとよくわからないけど、そんなことがありました。まあちょっとほら、辻田のさ、梱包ってさ、紙袋じゃないですか。だからちょっと紙袋がさ、こう、なんていうの、ガサゴサされたんで、ちょっとこう、やーくれたのが嫌だったんですけど、問題なく落とせました。ありがとうございました。